どうぞ。こんにちは。どうも、埼玉で野菜農家をしながら NFT 始めから学校の運営をしているオレンジです、はい、毎日終業後にスタッフさんとおしゃべりをしていきます、はい、お願いします。お願いします。いや、今日はちょっと天気が、まあ、すごい悪いわけじゃなかったですけど、まあ、雨が降っちゃって、まあ、その中で、まあ、最初枝豆を取って、その後は麦の作業を今日はずっとしてた感じだったんですけど、まあ、今日は今年初ですね、オレシさんが一緒にこう枝豆収穫に入って、はい去年はよくやってたんですけど、今年は多分初めてで、まあ、やった時に、まあ、やっぱその、まあ、一番やっぱり自分の、まあ、ダメなところというか改善していかなきゃいけないなって思うのが、その自分の考えたことを、まあ、答え合わせするっていうところっていう話をしてくれて、まあ、やっぱり自分で考えたものをもうなんか先走ってやっちゃって、結果的に、まあ、無駄なことをしちゃっててっていうのが、まあ、やっぱ結構あるんですよね。まあ、今日も枝豆の収穫して、まあ、それをこう軽トラに積むっていう作業でも、まあ、無駄な動きをしちゃって、もっと時間を減らしてやれたものがあったんですけど、まあ、そういうのもやっぱ答え合わせというか、これでまあ大丈夫ですかみたいな、せめてそれぐらいの確認があれば、もう多分、まあ、今日のミスはそもそも防げたと思うんで、まあ、そこをまず来週からね、気をつけてやっていきます。今日はそんな感じです。おー、ようやく腹落ちしたってところなのかな。まあ、再三多分言ってるとは思うけど、まあ、そうですね、はい、うん、結局だから、君はまだレベルが低いわけなんだよ、はい、うん、考え方も何もね、うんうん、で考えることは大事で、はい、考えてなかったら成長はしないから、うん、まず自分で考えて行動するっていうのはその第一歩なわけだけど、はい、うん、だけどレベルの低い君とレベルの高い人だと、やっぱり見えてる景色と、うんうん、見えてる範囲と全然違うんですよ、はい、うん、だからその時の状況、うんうん、に対して君が考えていることが適切な行動なのか、うん、無駄がない行動なのか、うん、そこの確認をしていかないといけないわけね、はい、うん、たまたま当たってたら、たまたまっていうか、だからその確認作業を怠ってたまたま、はい、まあ、大丈夫だったみたいな、うん、はい、俺の目の前で大丈夫だったとしたら、はい、それはあくまでたまたまのものであって、うん、成長にはつながらない、うん、うん、で確認して、俺ならどうするかっていうことを確認して、自分が考えてたのと答え合わせをして、うん、一致してたら、うん、まあそこはよく見えてた、うん、その時はねっていうのよ、はい、うん、状況は常に変化するからね、はい、うん、で答え合わせしたら違ってたってなったら、じゃあなぜ違うのか、うん、なんで俺だったらそういう違う行動を取るのかっていうところをまた考えなきゃ、聞いたり考えなきゃいけない、うんうん、その積み重ねでしょ、はい、だから将棋始めたばっかりで、うん、駒の動かし方もわからない、うん、ね、どう駒を動かしていったら相手の王将を追い詰めれるのかっていうところが、やっぱりまたレベルが低いわけでしょ、はい、うん、そうですね、詰めていくところがね、だからそれは低くて当たり前なんで、それをもっとどん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 レベルを上げていかなきゃいけないわけで、はい、うん、そのためにはただ作業してるだけでは成長スピードは遅い、はい、から、うん、ね、上手な人に教わるとかね、その
将棋の本を読むとか、うん、ね、はい、するわけじゃない。はい、うん、だからただ働いてるだけじゃあもったいないのよね。もっと日々吸収するものがあるはずなんですよ。うん、だからそれはもう吸収する気がなければ吸収できないことなんで、はい、非常にもったいないことなんで、うんうん、しっかりやった方がいいと思います。はい。はい、でそれは何だろう、勉強のコツとか、そう、人生生き抜くコツがないよね、つかめてないよねって言ってんのと多分通ずることだと思います。自分をより早く成長させるにはやっぱり、うん、そういうことの繰り返しがあった方がいいんじゃないのかな。もったいないことだらけです。まだ、そうですね。まだまだもったいないことだらけですと、うん。でももったいないことしてても時給で働いてると働いた時間の分だけ時給は払われていくんだよね。うん、でそれがだから自分がもらってる以上にそのチームであるとか会社に利益を作れるようになっていかないと、はい、自分の給料も上がっていかないことなんですよ。うんうん、だからこそ。うん、いち早く成長しなきゃいけないし、うん、ただそうだね、ただ言われたことをやってるだけでは君のためにはならないです、うん、はい、もっとチャンスを生かした方がいいと思います。はい、はい、頑張ります、来週も、うん、はい、こんだけそうですね、今日はちょっと話変わっちゃうの申し訳ないですけど、今週あの木曜日かな、うん、諸口さんが来てくださったんですよ、うん、わざわざ来てたね。最初私の方が行ったんですけど、うん、いやいいよ、ちょっと見てあげるよみたいな感じで行ってくれて、うん、で、まあ、トウモロコシ畑のとこまで見に来てくれたんですけど、うん、まあ、その時に、まあ、やっぱり雑草がやっぱあるんで、まあ、ちょっと笑われちゃいましたけど、まあ、本当に、まあ、かなりもう端っこのところが大きくなってきて、まあ、やっぱりその手で草を取るっていうのが、まあ、前も自分がやって、まあ、本当に2時間近くかかっちゃったっていう話もして、でそれだったらまあ、ちっちゃいところはまあ全然、まあ、手で取ってもいいと思うけど、まあ、やっぱすごい大きいところはもうそもそもやっぱり除草剤とかかけちゃった方が、まあ、そのコスト的に考えても、まあ、やっぱり減らせるよねっていう話をしてくれて、まあ、やっぱりその方が私もいいなと思って、うん、でその諸口さんがちょっと教えてくださったんですけど、うん、除草剤でもまあいろいろ種類があると思うんですけど、うん、タッチダウンっていう除草剤、うんが、まあ、結局その根っこの方まで枯らすっていう、まあ、そういう農薬を、まあ、やっぱ使った方がいいっていう話になって、でそれってまあ、俺さんのところにタッチダウンってあったりしますか？グリホシネートね。グリホシネートって言うんですね。ああ、そうか、それは君の大好きな5、はい、ラウンドアップは、はい、グリホサートねグリホサートとグリホシネートグリホシネートってやつ、タッチダウンって違ったっけな。なるほど、わかんない、そこまであんまり意識してちょっと調べてみます。グリホサートか、そうですね。たださっき親父が除草剤かけてたよ。あ、そうなんですか。うん、いやもういつも前のキャベツとブロッコリーも、まあ、なんか私が知らないうちにかけてくださってたみたいで、だから結局あれも、まあ、まだ抑えられた、結局虫がやっぱりかじっちゃってたんですけど、多分あれかけてなかったらもっとひどかったんだろうなと思って。わかりました、ちょっと後で。かけてなかったら一つも取れないだったかもしれない。ああ、もう一つも、うん、いや本当それぐらい大事なんでっていうかね、その農薬とか除草剤の使用量を減らすたいんであればもっと初期の段階で使わないと
あんなに草大きくしちゃって、はい、もう花も咲いて実もついちゃってるような草畑にして、はい、ね、でそうするとだね、草の実がこぼれてまた草が入る。あ、うん、そうするとまた除草剤を使わなきゃ。しかも草が大きくなっていくと、ね、草も根っこも丈夫になってるから、うん、除草剤の効きも悪くなるし、あの葉っぱ全体にかけなきゃいけないから、うん、ってなってくると除草剤使う量も増えるわけよね。そうですよね、うん、農薬だって同じで、本当にもう虫がついたかついてないかぐらいの予防的に散布するのと、うん、虫が見えてでっかくなって、ね、そっから散布するんだと、うん、全然使う量も違うわけじゃない、うんうん、はい、で使う時期も当然、ね、収穫に近づいていくわけだよね、うん、量も増えるし、はい、収穫期に近づいていく、うんうん、どっちがいい？いや、まあ、やっぱりと思うきゃねって話なんだよね。そうですね、うん、で、あらかじめもう草取れよっていうのはもう多分 3、4週間ぐらい前からチク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 言ってたかなと思うんだけど、うん、もうあっという間大きくなっちゃって、うん、だから本当にもうちっちゃい時点で取らなくちゃいけなかったのね。除草剤をかけるにしたってその草が生える前に、うん、ね、その抑制剤を踏むたり、うん、草が本当に小さい時を、はい、もう手でつまむのも大変、パッと見たら草がないぐらいな状態、はい、でも本当にもう1ミリぐらいの大きさで草が生え始めてるわけ、うんうん、だからそういう時に使ってやれば、はい、ね、あの除草剤の使用量も抑えれるし、うん、で草だけにしちゃうと余計に虫が寄ってきたりとか、うん、あの通気性が悪くなって作物の害が増えたり病気になったりなるんですよ、はい、そうするとまた余計に農薬殺菌剤だとか、うん、殺虫剤とか使う必要が出てくるんですよ、はい、うんうん、だから農薬や除草剤を使うと決めたらもう本当に初期の段階から予防的にやっていかないと、はい、うん、余計に使うようになっちゃうし、うんうん、使ったところであのもう効果が出ないとかそういうことになっちゃうんですよね。意味がない、うん、いや勉強になります。だから最初本当にもう見えないぐらい時でやらなきゃいけないですね、うん、君の見た目だと見えないって感じるぐらいじゃないかな。だからプロの見る目だと、ああもうそろそろやべえなって思ってるはず、はい、うん、だ君が草が見えたっていう思った時にはもうプロから見たらもうせえよねってところに遅いだと思う現状。うん、いや君の眼力だと目も養わないといけないですよね本当に。パッと見で1ミリでももう大きいぐらいなんですもんね、うん、なんでも人間の病気だってそうじゃない。病気は軽いうち、はい、まあ、まずは健康な時に予防的な活動をするわけじゃない、うんうん、ね、まずは体が健康な状態を保つよ ね、うん、そうですね、うん、しっかり栄養をとって睡眠とって、うん、食事をとって規則正しい生活をして健康な体を作る。まずそれが基本。かからない、はい、でその次が予防だよね、うんうん、そう、そうですね、インフルエンザが流行る前にワクチン打つとかね、うんうん、風邪ひかないようにちゃんとマスクするとか、うんうん、しっかりあったかい格好して寝るとか、うん、まあ、そういうのを物理的防除とか、あ、うん、薬剤防除とか言うわけだけども、はい、そうやって予防的にやっていくことで全体の使用量を減らすんですよ。確か同じですね、うん、コストもだんだんかかってきちゃいますね。風邪ひいた時点でやっぱり、うん、ちょっと風邪っぽいかなと思ったら
うん、早めに薬飲んじゃえば早く治る、うんうん、それをこじらせて、はい、ね、風邪で死んじゃう人もいっぱいいるんだぜ、うんうん、そうですね、風も風邪で、そう、野菜も一緒なんですよ、うんうん、野菜って弱いものだから、うんうん、人間が食べるために、はい、うん、野生種から人間が食べやすい、はい、うん、ものに品種改良していってるんで、非常に弱いんですよ、うんうん、そ、品種改良、いやだからですね、なんか本当野菜に対してなんていうかな、なんか愛が足りなかったんじゃないかなっていう、愛が足りないっていうか、まあ、そもそもが最初うちに来た時に、はい、ね、農薬は使いたくない、うん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 、化成肥料も使いたくない、除草剤なんか持ってのか、うん、みたいな考えでいたわけじゃない、あ、ね、うん、最初は本当しょうがなかったです。でそれで、まあ、実際自分で野菜作ってみて、まあ、感じるところとか、いや、ありますよ、思うところはまたあるんだろうなとは思うけど、はい、うんうん、だってこの規模で、ね、除草剤振らないともう大変なことになっちゃうのに、これがもうプロの農家さんみたいな、もう何端もあるような、そんなんでやってたらもう使わないと、まあもちろんやっぱ周りにも迷惑かけちゃいますよね、本当に。なんかちょっと正直トウモロコシ畑も、まあ、隣の本当農家さんにちょっと大丈夫かなとか思っちゃったりして、これだけ大きくなっちゃって、やっぱああいうのも、うん、風とかで種とかも飛んでくるかもしれないし、だから本気で有機無農薬無除草剤とかって言うんであれば、うん、もう当然生産性は落ちるし、はい、うん、その作付けできる面積も、うん、一人でね管理できる面積も、まあ、限られちゃうことだと思うけど、うん、それでもはちゃめちゃに手間暇かけてやんないといけなくて、うんうん、たまに畑見に行ってみたいなんじゃまともに物は作れないですよ、うん、そうですね、うん、なんか数日経っただけでやっぱあれこんななってたのみたいな、やっぱそういうのが結構あった。だから俺毎日毎朝畑を見てから、うん、朝ですね、行くわけですよ、はい、サボってるわけじゃないんだよ。いやいやそれは思ってないですけど、うん、でも本当そういう意味がなんかつながってきたなってでも思いました、今聞いて、うん、だからそれで毎日見てちょっとの変化もちゃんと感じ取れるようにならないと、うんうん、毎日見全部ゴテゴテになっちゃうから、うん、もちろん忙しすぎてね、やりたい作業ができないとか、雨が続いて、はい、ね、適切な時期にできないとか、そういうのがあるとは思うけど、うん、でも本気でやろうと思えばやっぱりそういったことも関係なしに、どんな天候でも、うん、どんなに忙しくても、うん、優先すべきことをやんなきゃいけない、はい、うん、そう、うん、いや、ありがとうございます。そうですね後回しにしちゃうと、うん、余計手間がかかる、うん、なんかね、こう昨日見たから今日は大丈夫かとかやっぱ思っちゃったんですよ。そういうのでこう数日空けたりとかして、でその後に見たらもう全然もう雑草の伸び方も違うし、気づけば虫が食ってたみたいなことも、まあキャベツとか得意ですけどやっぱあったんで、うん、毎日がやっぱり本当見るっていうことが本当大事なんですね、本当に慣れてきちゃえばある程度予想はつくと思うんだよ。あ、うん、ただこうなってるだろう、君はまだレベルが低いんで、はい、うん、見ない毎日、はい、朝晩見て1日2回、うん、はい、そか、朝来た時帰りに見るとか、はい、うんうん、それでその変化を観察していかないと、はい、うんうん、そうだね、そっか、またそれも次作る時にも活かせますしね。次作るときはまた天候も違うし季節も違うんだよ。うん、ああ、そうか。うん、はい、ああ、
毎年毎年違うから、うんうん、そうですね、だからしばらくは本当に経験値を積んで、はい、その年の環境に対応できるようにしていかないといけないし、うん、仕事だってね、なんだ、普段通りの労働時間内で作業が終わる日もあれば、うん、本当に遅くまで、朝早くから遅くまでずっと畑出てやんなきゃいけない時もあるし、うん、なんならもう暗くなってからもやんなきゃいけない時もあるし、はい、うん、そうですね、いやー、農業本当奥深いですね。そう考え、いや、農業っていうか、だからそれがプロの世界なんじゃない。そうですね、はい、うんうん、これがプロか、うん、だから、うん、9時5時でサラリーマンみたいな感覚で農業はなかなかできないんですよ。そうですね。よっぽど決まってるのは無理ですよね。やるとか、うん、ちゃんと交代制でね、うん、代わりの人が同じレベルでやってくれるとかっていうシステムを作らないと。その上でやっぱりほらプロのスピードからすると2倍3倍遅いわけだから、うん、ほとんどの作業がね、はい、うん、それを全部プロ並みのスピードでできるようにならないと、うんうん、まあ、プロの土俵では戦っていけない、ね、うん、だから、まあ、昨日のネギの定食もでしたけど、うん、やっぱまず本当メンタルの問題だなっていうのも思ったんで、うん、だからプロ意識だよね。はい、向上心っていうのがやっぱないと、ああいうのも、あ、なんか泥固まってるからこれは無理だなぁで、まあ、諦めちゃってそのままもういっちゃうとか、まあ、そういうのもある。プロの仕事じゃない、はい、仕事になってない。なってないですね。お金もらえる仕事じゃない、はい、結局手直しもしちゃったんで。逆に金払ってほしいぐらいの仕事だね。ああ、そうですね、うん、はい、勉強代ください言いたくなっちゃうぐらい、はい、うん、申し訳ないです。昨日は本当にもう時間が本当かかりすぎたんで。でもそうやってだからほら自分のお給料より利益を作れないスタッフさん、新人さん、うん、でもみんな最初はそうなわけだから、うん、次は今度は君がそれを支えてあげれるようにならなきゃいけなくてね、うん、新人の赤字を先輩が穴埋めできるようにしていかなきゃいけないわけだから、はい、うん、だから今のレベルで満足し、うん、なんてとてもじゃないけどしてもらえたくないし、早く俺を抜けと、はい、いうことだけです。はい、抜きますマジで。はい、そうですね。俺のお給料も一部は白鳥くんのお給料に、うん、いや渡ってますんで。そうですよね。白鳥くんがちゃんと稼げるようになってくれれば、はい、俺も、うん、それをリターンで、うん、その分を俺もらえる。はい。でこれはもう本当にみんな同じことなんで、うん、ね。先輩に食わしてもらってる、はい、今度後輩を食わしてやる、うん、それを続けていかないと、うんうん、農業は持続できないですから。あ、そうですね、そもそも、うん、いや本当大事なことです、それは。意気込みをどうぞ。じゃあ、まあ、あと本当ちょっとの間なんですけどリターンをね、返せるようにもうしばらくお待ちください。はい、楽しみにしてます。すいません、本当にすぐにできずに本当申し訳ないんですけど、はい、はい、ありがとうございます、本当はい、頑張りましょう。頑張りましょう、来週も、はい、はい、というわけで本日もお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。さようなら。さようなら。